なんで9、え？え、もう、なんだ、9のサイン全然聞こえなかったですよ。はい、というわけで、皆さんこんばんは。本日も始まりました、東海議 TV、木曜日1時間目、COD ブラックオプス3チャレンジ、チャレンジャーズの時間でーす。あのね、無音から始まったからちょっとびっくりした。はい、この時間、MC を務めさせていただきますね、ネコマグロです。よろしくお願いしまーす。はい、そして、いきなりですけど、ちょっとお詫びがございます。現在じゃない。前回、スタジオのネットワークの関係で、ちょっとね、フレンド申請の、バトルが、前回ちょっと楽しみにしていた方々と一緒にできませんでした。本当に残念な思いをさせてしまって大変申し訳ございませんでした。今週は改善しておりますので、ぜひ対戦の方を楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして申し訳ございませんでした。はい。そしてこの番組を、はい、この番組を支えていただくアシスタントの方、今回紹介させていただきます。いつもいらっしゃるルシャさんがね、ちょっと今回お休みということなので、急遽駆けつけてくださいました。はい、ニコニコでもご自身のコミュニティ、トットのお部屋でゲーム実況などを配信されておりますモデルのドド沙織さんです。よろしくお願いします。ドド沙織と申します。ドド沙織さんです。よろしくお願いします。まあ普段はどういった活動、ニコニコとかで、まあ、そうですね、まあスマホのゲームとか、はい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 、まあPC ゲームとかを、そちらをメインにしていただいてます。結構やってます。ほうほうほう。まあとりあえずトットというのは相性かな。そうね、自分で考えたんですけど。ああ、なるほどなるほど。結構いろんな呼び名が書いてありましたけど、ね、ドドさん。そうなんですよ。なんかドドだと濁ってるから、はいはい、ドドドドトットトットトットみたいな感じ。まあドドも可愛いですけどね。割と女子力ありますけども。ね、よかったです。ね、はい、というわけでね、今回はドドさん。はい、トットさんと呼ばせていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは、簡単に番組の方を説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、では説明させていただきます。今回はですね、ついに、発売しました、はい、コールオブデューティーブラックオプス3を徹底的にやり込んでいきます。はい、番組中にはですね、ゲストとして、強力なトッププレイヤーを招いて、はい、視聴者の皆様が、歴代チャンピオンにチャレンジしていただきます。おー、はい、他にもね、あと私トットが、初心者プレイヤーとして、まっさらな状態から、こちらのコールオブデューティーブラックオプス3を、チャレンジしていきたいなと思っておりますので、なるほどな、そちらもぜひご期待ください、はい、よろしくお願いします。はい、そしてまずはね、今週かな、11月6日に発売したばかりのコールオブデューティーブラックオプス3についておさらいしていきましょう。はい、まあこれがね、何年前かな、ブラックオプス2、まあ以前ブラックオプス2っていう作品のもちろん続編なんですけども、はい、まあ時代的に言うと2065年、前作から40年ぐらい経った舞台になっております。はいはい、コールオブデューティーブラックオプスは、はい、パワーポイントありがとうございます。暗く不気味な世界が舞台になり、新たなブラックオプスのソルジャーたちが登場します。ブラックオプスっていうのはチーム名ですね。あ、チーム名、はい、チーム名です。人間と最先端の軍事技術との境界線が薄まった世界で未来の戦闘が繰り広げられます。未来、あのね、見るとわかるけど、ド未来キャンペーンはぜひね、プレイしてみてください。はい、そしてね、もちろんコールオブデューティーといったらマルチプレイヤーでございます。こちらのマルチプレイヤーね、縦横無尽に駆け回ることができるようになりました。まあ以前からそうですけど、自分が操作するキャラクターをスペシャリストと呼ばれる9人の兵士から選ぶことができるというね、今までにないシリーズでございます。はい、他にもね、スラスターといって、まあブーストって言ったら分かりやすいのかな、空を飛んだり、はいはいはい、壁を走ったり、はいはいはい、あとコールオブデューティーでは初めてかもな、水中を潜れる、はあ、潜れる、マルチプレイヤーでは初めてかもしれませんね。そちらもね、いろいろと新技術がどんどんね盛り込まれております。マルチプレイヤーもぜひ必見でございます。そして忘れてはいけません、マルチプレイヤーとも、同じぐらい人気のあるゾンビモードというのがございます。ゾンビ、簡単に言うと協力してゾンビを倒す、はいはい、コープっていうのかな、
COOP って書いて、あれに似た感じなんですけども、今回ももちろん健在でございます。1940年代フィルムノワール調の世界で死闘を繰り広げるゾンビモードですね。これね、やってみると分かるんですけど、今回はハードですよ、なかなか。あ、なるほど、難易度高いですね。あれ、初心者向きではないか。いやいやいや、初心者、私昨日初めてやりましたけど、楽しかったですよ、やっぱり。本当ですか。今までにない感じの明るい感じなんですけど、不気味さがありますよ、やっぱり。うん、おしゃれなんですよ、はい、やると分かるんですけど、うん、おしゃれなんですよ、はい、ただ怖いんですよ割とまあそれもね、ぜひぜひね、はい、まだ見ていない人はぜひ、マルチプレイヤーだけじゃなくてもね、ゾンビも十分遊べるので、ぜひプレイしてみてください、はい、まあここではね、紹介できない情報たくさんございますが、うん、そちらの方は詳しくは今出てますね、今出ている運営コメントのリンクから、チェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、でそして、ツイッターなどで告知もしておりますが、今回ね、はい、ユーザーを募集しておりますね、まあ、いつも通り、うん、そして、また後で詳しい説明の方させていただきますが、どんどんねフレンドの申請の方受け付けておりますので、もう今ちょっとね部屋もう満員になっているのであれですけどもね、まだまだプレイする機会全然あるので、ぜひこのまま番組の方ご視聴ください、はい、さあというわけで本日我々と一緒にね番組を進めていただくゲストプレイヤーの方、はい、お呼びしております。それではお呼びいたしましょう。プロチームスカーズのコールオブデューティー部門から第2の資格ハントさんです。お願いします。はい、ハントさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すみませんはい、よろしくお願いしま す, ししますでは簡単にまず自己紹介の方。はい、スカーズの COD 部門所属のハントです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、COD 部門としてね、今回、スカーズからお二人目でございます。はい。前回のエンプティさんの放送をご覧になられてました。あ、ちょっとだけ見、はい。あ、本当ですか。はい。ちなみに COD 歴は具体的に分かる範囲で。そうですね。5、6年ですかね。5、6年、はい、もう4とかかな。BO から。あ、BO から、はい、なるほどなるほど。まあ、今回その BO、 初めての BO から3作目でございます。そうですね、嬉しいですね。もちろんプレイ済みでしょうし、はい、どう率直な感想どうです。率直にですか、うん、そうですね、やっぱり違いますよね。全然壁走りとかもあるので、はい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 、はい、スライディングとかもあって、なんか非常に楽しんでる。そうですね、スピーディーですよね。なんかちょっと、ああいいですね、ちょっとスポーツ差が出てきますね、はい、もう今回も自信はいかがでしょうか。いやでもちょっと初めなんで、初め、はい、もう初めなんで、初め、もう発売したばっかりなんで。まあまあまあ、そうですね、逆に言うなら、はい、まあなんかまだ変な風に染まってないから逆にいいかもしれない。そうですね、はい、まだ新しい流れとか発見できるかもしれませんしね、はい、私もまだマップ全部把握してないですもん。そう、僕もです、ね、え、ここ潜れんのとかさらにありますよね。うん、もうじゃあ今回はね、ぜひもちろん楽しんでいってください、はい、本当に純粋に、はい、はい、本日はよろしくお願いします。さあ、それではハントさんもねいらっしゃったということで、早速ゲームの方に、移りたいと思います。はい、はい、トットさん、はい、はい、ゲーム説明の方簡単によろしくお願いします。はい、了解いたしました。今回ですね、ハントさんに挑戦していただくのは、事前に募集している視聴者の皆さんとのフリーフォーオールになります。はい、フリーフォーオールです。はい、その中でハントさんには、まあ、1位を目指していただきたいなと思うんですけれども、はい、1位です。頑張ります。1位になったらこれがもらえます。嘘です。本当ですか。嘘です。今日買ってきたから今日買ってきたからすごいガチ、すごいガチ。これあの、ね、一目惚れで衝動買いした。これは、はい、そして、はい、まあ、プレイ回数は、はい、まあ、3回やらせてもらおうかなと思ってるんですけれども、はい、まあ、プレイ前に一応あのルームは解散しまして、うん、まあ、再度プレイヤーの募集をかけて、まあ、新しくスタートっていうのをしていきたいと思うんですけれども、はいはい、簡単に言うと、まあ、部屋のリセットということでございます。あ、そうですね、まあ、リセットした後でもガンガン入ってきて問題はありません、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてハントさんの意気込みをちょっといかがでしょうか。そうですね、やっぱ1位狙っていきたいですよね。まあ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 、そうですよ、はい、見せるプレーもしたいとできたらですけど、見たいですね、はい、はい、じゃあちょっとね、今少しねフレンド申請をね今ぐらいからしてる人もいるので、ちょっとねあの少しフレンドの方申請受けるので、ガンガンね、ちょっと今ね部屋は満員なんですけども、もうガンガンフレンド依頼の方してください。よろしくお願いします。いっぱい来てる、フレンド来てますね。来てる来てる、さっきもね10人ぐらい溜まってたからね。
まあどんどんね、ちょっとしつこいですけど、部屋はね今満員なんで入ることはできませんがね、番組の節目とか、うん、あの部屋をリセットするので、その時にぜひ、突撃してくだ、はい、してきてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではそろそろもう準備は大丈夫なのかな。そうですね、準備は整っていると思いますので。あ、大丈夫です。大丈夫です。チャレンジを、はい、おね、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ画面の方行ってもいいかな。はい。いや、回収しても大丈夫ですか。じゃあ画面の方大丈夫でしょうか。スペシャリストだけ変えても大丈夫ですか。スペシャリストだけお気に入りをぜひ。はい、さあスペシャリスト、おお、アウトライダー、アウトライダー、ワンショットワンキロおばさんって言ってますけど終わった後に、終わった後に言いますね。はい、ではもうガンガンやっていきましょうか。はい、はい、ではお願いします。ゲームスタートです。はい、はい、では初めてのマップ、フリンジでございます。頑張ります。フリンジどうでしょう。緊張しますね。緊張え、でもなんか昨日全国大会じゃねえや、大学対抗戦の、いやでももう緊張します。もう一人なんで、一人なんで、もういや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 、隣に美少女いるんだよ。大丈夫だよ。ちょっといいとこ見せたら、もらいたいです、ね、ワンチャンあるよ。頑張れ、はい、まあね、もうコメントもね、もうトットちゃんもどんどん読んであげてください、はい、私も見ているので、まあ、はい、ビオ3勝手なわけないよねっつって、はい、よろしくお願い。面白い、今作は本当に面白い。面白いですね。はい、ではフリーフォール、フリンジでございます。武器は何でしょう。そうですね、ショットガン。ショットガン、ショットガン、ショットガン、なんて読むんだろうこれ。アルグス、アルグスかな。3、2、1、さあ試合開始。さあフリーフォール、ショットガンですね。このショットガンはまあちょっと古いデザインですよね。そうですね。お手並み拝見できてますよ。さあちょっといいとこ取りはできなかった。誰かいるか。おお、うまい。先読みされてましたね今の。うまいですね。いや、ショットガンでこのマップきつくないですか。いやでもちょっと狭いんで室内戦に持っていきたいですね。おお、見事。このショットガン狙ったら相当な、なんて言うんでしょうね、強さを誇るんです。あれ？そうですね。あれ、サブにスナイパーを持ってきました。スナイパー持ってきました。はい。あー、外した。すごい。結構、みんな強くない？みんな強いですね。いや、武器がだいぶ癖ありますよ、こいつ。おいし。え、私、このマップでショットガン使ってる人見たことない。あー、当たったのに。当たったのにしょうがない。すごい。しょうがない。さあ、僕もショットガンはあんまり使ったことない。使わないでしょ、このマップで。だってマップの室内なんて、室内なんてマップの3割ぐらいしかないでしょ。ああ、今のは倒せないんだ、この武器。当たってるのにな。当たってる。ショットガンの辛さが出たか。本当にドンピシャで狙わないと死にませんからね。そうです。いやー、今の知らないのか。すごい。でもよく倒せた。ああ、無理。いやちょうど変えた時に武器が、そう、なかなか両極端なやつを持ってきましたね。遠距離も狙えて近距離もっていう。え、ここショットガン使いやすいか私見たことないぞ。オンラインで自分も使ったことないな。すごい。どこだな。さあ、展開が早くて、展開が早いですね。どこ、どこ見たらいいのか。後ろで。普段ってゲームルール何やってますか。そうですね、ドミネとか。あ、ドミネーションですね。ハードポイントとかやってますね。あ、ハードポイントやってるんですか、はい、珍しいですね。ハードポイント意外と好きなんですよ。あ、本当ですか。なんか私の知り合いでやってる人初めて。さあ、ビジョンガルスが使える、いつ使うか。おお、ちなみにトットさん、はい、もうゲームは練習なさった。あ、そうです、事前に少し、さっき触ったんですけど。はい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 。もうちょっと待って。よくある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 。私がプレイした感じ全然違いますね、速さ。まあ新たな感じが出てますよね。あ、当たってるのにな。いや、アサルトだと分が悪いか。コメントだとね、ショットガン使ってる人ってあんまりないんじゃないか、やっぱりコメントでも。確かに。まあでも緊張なさってね。頑張れ。手震えてます。あのね、緊張してる。放送だと分かんないけどね、間近で見ると人が震えてるの分かるよ。本当に絶対緊張してる。私も放送とかで隣に来た人とかね、椅子が震えてるのがザラザラ。まあ、あとは緊張しますよね。そうですね。さあ、ビジョンパルスを使う。なんだこれは。敵を投資することができますが、投資誰も引っかからなかった。かからないですね。若干運が絡んでますね。そうですね、うん、このゲームルールだといいのかな。さあ、運が悪い、これは。今のはしょうがない、今のはしょうがない。難しい、これはしょうがない。立ち回りを考えないといけないんで、まあまあ、なかなか室内戦に持っていきたいんですけど。少なくともドミネーションとハードポイントとは全く違うルールですからね。そうですね。
でしょ。あ、お尻がいい感じ。おお、ワンショットワンキル、ワンショットワンキル、わー、いました。ワンショットワンキルおばさんの生きがいです。本当に1日1回しないと耐えられないタイプ。そう、ああって言って禁断症状が出るらしいです。あー、よく仕留めた。おお、いやー、まだ痛かった。今の窓際の上手でしたね。さあ、スナイパーで出待ちをするがいない。いないですね。これ多分リスポが悪いんだ。さあ、ちょっとこれはきついが、取られないってた。生きてた。絶対別のやつにやられたかと思った。さあ、しかしいい感じに裏にはいた、はい、こっちだな。こっちですね。うわ、あれはなんだ、あれはスレントラだっけな。リーパーっていう機械兵士の通り。さあ、本体を倒す。あ、足音も聞けないっていうのはちょっと厳しいですね。あ、そうですね。近づいてくる音とかがあるんですね。あ、そうですね。難しいですよね。イヤホンとかこの環境じゃ使えませんからね。かなり厳しいところもありますね。皆さんフリーフォールしてるような動きですよ。してるような動きが。おー、さあ、出待ちはやはり強いショットガン。どうでしょう、トットさん、このショットガンの魅力は。いや、ちょっ と, と、私には使いこなせなかった。少なくとも初心者向けの武器ではないですね。いや、本当にコメントでも何が起きてるのかがまだ把握してない。さあ、今の当てるのか。そうか、それは難しい中の言う前に。ナイス。なんかいっぱいいる。あいっぱいいる。あれはしょうがない。もうここで難しい、難しいですね、極端に。ここが激戦区っぽいですね。激戦区っぽい流れが来てますね。フリーフォールだと大体端っこがメインになるんですよね。この距離はきついが、さあ、お見事。よし、フォローがお上手。あ、なになに。しょうがない。すごいリスキル食らいますね。まあ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 、あとはワンチャン敵の武器奪うか。そうですね、それもありですね。全然それもありですね。奪えるんですね。奪えますよ、落ちてるのを拾えば。へー、さあ、そこがみんな好きな雰囲気。あー、後ろか。あー、きつい。見とけばよかったですね。アウェアネスが初期から使えるのは、そうですね、音を 聞こえやすくするパークっていうか特殊能力が早めに使えますもんね。今回割と珍しい気がしますね。さーて、初めてというか久しぶりに来た。さあ、後出しでもこの距離なら強いショットが強いですね。そうね、で、さあ、おお、さあ、ちょっと敵が細身でしたね。あれ、細身。リーパー細いっすよね。機械兵士で細いっすよ、なんか心なしか。ワンショットワンオバさん、ちょっとびっくりだ。おお、当たらないのか。さあ、残り時間5秒、いつの間にか4 3 2 1、終了。さあ、ラスキルバトル、お見事。いや、これは武器相性があるけど、私この武器でここはきついって。そうですね、きついって。なんで選んだ。見たことないもん。さあ、というわけで第1試合目が以上となります、はい。さあね、このドヤ顔機能がね、すごいドヤドヤってしてますけど、いかがでしたでしょうか。そうですね、ショットショットが難しかったよ。なぜなんだ。自分もちょっと使ってみたいっていうのがあった。まあまあまあ、そうですよね、はい。あれ面白いですよね。面白いですね。あれ面白いですよね。爽快感がありますね。爽快感さあ、というわけでね、第1試合目は以上となります。コメントでもね、結構あれ、なんで本当に選んだの。あそこは無理だって。無理。はい、というわけで、では第2試合目の方入ります。ちょっとね、今参加してくださった方、一度退場していただいて、もう一回入っていただいて、はい、少々お待ちくださいね。そのまま、とりあえずね、ちょっとまた部屋を作りたいと思います。はい、作れます。はい、大丈夫か。少々お待ちください。トットさん、どうで、トットさん練習の時何使ってました。トットさん、あの練習の時なんか、はい、あの赤い線が出るやつ使ってたんですけど。赤い線、赤い線、赤い線、レーザーサイトか。あー、レーザーサイト、レーザーサイトですね。だからそういう、なるほど、レーザーサイト持って走ってた。いたずら小僧や。割とやっちゃいけないいたずらですから。あれね、子供の頃ガシャポンとかでね、レアで出るんですよ。知ってます？ガシャガシャ。そうそうそう、ガシャガシャ。昔のガシャガシャであるんで、ガシャポンでレーザーサイトが当たるっつって、わーいって100入れてやるじゃん。そういう、そう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 、ね、はい、変なゴミが出てくる。ゴミが、ゴミが、って。でも母親にねだれないから、もうどんどん、はい、はい。まあ次マップはね、もう完全に好みで選んでいただいて、はい、はい、被らなければ大丈夫ですね。
あるよね、あれね、本当、あんま、なんて言うんだろう、言うもん、なんか騙されてるよね、レーザーサイト。小学生の頃、なんだろうこれ、わい、わ、何このゴミって。でも、おしまい。おしまい。いや、出ないのよ、100円で。ゴミが出てくる。ゴミが出てくる、ゴミっていうか、なんか、プラスチックでできたトリケラトプスみたいなのが100円玉ぐらいの。なんやねんって言って。私、出たことないなぁ。あれ、いや、ね、今はないけど、あれ、本当鬼よ。どうしようかな。さあ、というわけで、そろそろ準備が整いつつあります。はい。はい、では、第2試合目の方、行きましょうか。まず、8人集まってますね。8人集まっております。準備は OK でございます。はい、では、行きましょう。第2試合目、スタートです。はい、行きます。頑張って。頑張ります。さあ、スペシャリストファイヤーブレイカーブレイクブレイカー、そうですね、これ私まだアンロックしてないんですよ。もう自分ちょっと使いました。どうでした？ちょっとすごいですね、かすっただけでちょっと焼けて死んじゃうんです。ああ、解放射器、はい、通り魔いっぱいいるよ。何ですかこれ。これ通り魔。あの刀持ってる人通り魔、シャク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 してきます、ね、強いよねこれ。強いですね、なんかロックオンして、そうそうそう、飛びついてきます、ね、こうやって後ろからガッてやる。ガチガチのやつじゃないです。通り魔やめましょう、そういうね、危ない話。危ない話やめましょう。リッパー多すぎやろ。さあ、行きましょう。マップはコンバイン、狭いステージですね。はい、武器は何でしょう？ベスパー使っていきます。ベスパー SMG ですね。 SMG サブマシンガンでございます。はい、さあ、砂野 1-0、 さあ、スナイプ。おー、近い近い近い。よかるよかる、びっくり、よかるよかる。なんだ今のは。びっくりしましたね。もうパン加えた女子高生より良かった。あ、サブマシンガンは強い、こういう時すごい。出会い頭、出会い頭で愛は芽生えない、芽生えない。このゲームは怒りしか芽生えない。さあ、遠距離食っていく。いや、今のじゃあよくこの武器で食えましたね。グリップつけてるんでちょっとだけ、はい、だいぶおとなしくない、ぶれない。さあ、機械変身、同じ武器かな、あれレーザーバックじゃないですかね、あれ今のマークは。レーザーバックアンロックしてないんだよな、まだ。なんかレベルが上がりましたよね。ね。さあ、ここは入れ食いになるか、外に行くのはちょっと怖いか。怖いですね、ちょっと。あ、二度見、お見事、同じ人だった。さあ、まあ、ここはサブマシンガーフリーフォーだったら安定じゃないですかね。そうですね。うん、結構チームデスマッチとかだったら、アサルトとかでも安定すると思うんですけどね。はい、さあ、どうなるか。お見事、頭にちょっとかすった。さあ、仕留める、入れ食い、いいですね。危ない、弾は多いですからね、サンマシンが。まだ継戦能力も高め、危ない危ない。さあ、音につられてガンガン食らう、見事さばく。怖いです。おー、いっぱい来る。なんか爆発した、地方だ、お弁当バカですね。さあ、まだまだね、始まったばかりとはいえかなり好調なスタートです。まあ、でも、うん、どうでしょう、さすがっていう。そうですね、もうコメントでもかなり。ガンガンと、さあ、私も初めて見る解放射器。わー、解放射器、あれ届く、うわー、もうかすっただけで、かすって死ぬのか、ね、これいいなー。ピューリーファイブ、ピューリーファイブ、ずっと使ってた、おりゃーおりゃー、うわー、すごい。ぜひみんな使ってみてください、これ。解放射楽しそう、解放射楽しそうですね、爽快感ある。射程はまあ、いやー、死ぬのか、かすっても死ぬな、確かに。いや、さあ、今ので一気に差が出た、スコアストリークがガンガン溜まっている、いつの間にか。やばスコアストリーク、どうでしょう、ね、トットさん、チート武器って言われた。チート武器、チート武器、火炎放射ずっと使いたい。いや、あれよりもね、恐ろしいやつ来てるから。そうなんですね。アナイアレーター強いよね。強いですね、あれの方が私、恐ろしい。さあ、早速アナイアレーター停止、うん、おー、さあ、何連キルしてる、これ、ブロンズ行きましたね、10連、驚きの10連ですね、10連キル達成しました。マジですか。さあ、2位とかなり差が出ましたね。このまま逃げ切れる可能性はでかい。おー、すげー。なんだ今、誰か、タロンですね。タロンか、はい、キルストリーク繋がりましたね。エイムがお上手ですもんね。エイムがお上手ですね。女の子は喋りうまいという。おえさあ、いつの間にかタロンやってる。さあ、おー、よう、やだすいません、すいません、感度高くて。あれ、プロの人はね、褒め言葉で気持ち悪いから。確かによく言われますね、絶対よく言われてるでしょ。キモいって言われてる動きが。いや、褒め言葉ですからね、うん、褒め言葉だと思います。すぎて、ね、さあ、このまま、ファイヤーファイヤーでとどめを刺すか。いい、ね、噂をすれば通り魔が、今のが通り魔。さあ、今のが通り魔。何これ、これは、あれ、ヘルストーム、ヘルストーム、ヘルストーム、プレデター。
エルストームですね。さあ残り2キルすれば勝ち。今の倒すか。後ろにいた。すごいな。さああと1人どうやって倒すか。ハンドが甘えたか。少し少し甘えた。お尻すごいリスしましたね今。さあというわけで30。ありがとうございます。圧倒的でございます。圧倒的。いやお見事。ショットガンが何だったの。ショットガンはノーコメントで。これはノーコメントで。これはノーコメント。いやでもお上手さすがです、はい、お見事な立ち回りでございます。ドヤーどやーですね。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。すげえな。すげえな。ベスパーは結構お気に入りなんですか。そうですね、多分今一番使ってる武器だと思います。あ、じゃあインファイターなんだ。はい、アサルトライフルとか遠距離よりは、ね、はい、あーそっかそっか。得意分野っていう感じですね。はい、エンプティさんが結構アサルトだったかなっていうイメージが。あーでもエンプティさんはどちらかというとインファイターですか。はい、インファイターなんですけどね。こうチーム内でやっぱ分かれてるんですか。はい、ちょっと役目があって、はい、ああそうですよね。じゃあもう特攻役というか。そうですね、もう地点にガンガン絡んでいくみたいな感じです、ね、かなりフリフォーにはうってつけの戦い方のスタイルぜひね見せていただきました。確かにベスパー扱いが増えそうですね。皆さん使ってみてください。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。あともう1試合。さあもう1試合いけるかな。もう1試合いけると思うので、はい、じゃあちょっと部屋の方見せていただきましょう。じゃあちょっと時間だけ6分に設定させていただいて、はい、おーあと1人かな、はい、あもう8人入った。はい、8人入って、これですね。ちょっとね制限時間ね少なくさせていただきました。はい、はい、では8人入ることができました。じゃあガンガン至っていきましょう。マップ選んでいいか。マップはお任せで、はい、狭めのとこがいいかな。エクソダスとかやったことがないところがいっぱいあるんですよね。エクソダスは。エクソダス。エクソダス。これですか。エクソダス。おお、なんかすごい。下水道みたい。下水道。下水道。じゃあスタートしましょう、はい。やっていきたいと思います。エクソダスっていうのは確か神話に出てくる大移動って意味だったかな。民間とか。ちなみにあのモダンオフェア2のあの民間人を救出しに行くミッションの名前がエクソダスだったりするんですよ。なんかそれをそれもなんかね。キャンペーンはやると分かるけどね。キャンペーンの最後にアイテムちょっともらえるんですけど、はい、その名前を見てちょっと感動した。あ、そうなんですか、うん、ちょっとキャンペーン家でやってみたいですね。装備品がねあるんだけどね、はい、それ見た名前がね言わないけどねちょっと感動した、うん、だからね分かる人には感動あれはねちょっと感動した。へあのやると分かるけど下水道要素ゼロです。だからなんかこのシャッターが下水道感あるじゃないですか。あれが牢獄かな。どちらかというと隔離壁。ダムみたいな。ダムじゃない。水好きだね。水好きだね。水好きだよ。喉かいてる。飲んでいいよ。はい。はい、というわけで、はい、さあおっとっとちゃん呼ばれてますよ。おっとっと。さあ武器は、はい、あれが HVK です。はい、AR 使っていきます。スタート。スタート。アサートライフルでございます。どんな武器でしょう。そうですね、レートがちょっと高くて、はいはい、どちらかというとインファイター向きですかね。インファイター向けのアサートライフルですね、はい、BO2 の人に言うなればタイプ25みたいな武器ですね。はい、そんな感じですね。それに近い感じです。私ここでしょ。マップがわからないという。いいじゃないですか。いいですか。あ、なんかいたた。あ、やばい。すごい切り合ってます。切り合ってます今。通り場っぽい。これかなりインファイター、あのマップの端っこ最初のリスポーンポイントが遠距離なんですよ。あそこ、はい、壁がなくてそれの反対側が今いるところなんですけど、こんな感じです。で中央ちょっと開けてんですけど、全体的に十字に混み合ってるっていうマップですかね。どこだろう、どこだろう、どこが激戦区なのだろう。確かにフリーフォールだと。そうそう、それを探る。亀、亀いますね。亀だ。亀ですね。ここ確か中国だったかな、アジア圏ですね。あの漢字が書いてあります。あ、中華みたいな。そう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 、なんだっけな、あの生死って書いてあるんだよね確か。へー、どっかに。まあでもこの武器でも十分いけますって。すごい、壁、壁もいた。あー、壁、弾がない。あー、すごい飛び跳ねた。今のはちょっと難しかったですね。昨日発見したあれ、そうね。そうやっぱみんなやり慣れてない感が出てますね。なんか1位の人もそんなにキルを稼いでない。さあ分身が出る。本物はどれだ。すごい。ありましたね。曲がったやつが本物なんですよ。フレームユニットの仕様。あの分身はまっすぐしか進めなくて、あ、ほらあいつ本物です。分身はまっすぐにしか進めなくて、ぶつかったら曲がるんですよ。だから曲線的な動きをしてるやつだけ本物なんですよ。分身。何今の。ショットが王子さん。危ない。危なかったですね。こ
この武器じゃなかったらちょっと怖かったです。怖かったですね、ちょっと。さあ、今レーダーに反応があった。わあ、上から来てる。上から。まあ、初見のマップは F91 かな。わかる F91。F91 って何ですか？質量を持った残像です、いわゆる。おお。あ、ジェネレーションギャップか、これ。残像ジェネレーションギャップか、これ。さあ、このまま、さあ1位の人が UAV を出したか、少し差が開けるが、しかしまあ初見のマップで1位は厳しいな、やっぱり。どこですか？なんか意地悪する気はなかったんですけど、私選んで。さあ、車と白の戦い、さあ、通り魔。どこだ？通り魔。ねえ、とりあえず、さあ、分身で炎を見破った。お見事。さあ、やる！参考になってる、ね。参考になってる、参考になってる。音が減る。あら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 。だからまだまだね、圧倒的な差ではないので全然巻き返しは可能で、はい、追いついてきましたね。 まあこの機に FPS 挑戦してもいいんじゃないですか。どこだどこだ。割と入門しやすいと思いますよ。そうですね。ですよね。さあそこ再現。うわー、いやー、2人出てきましたね。悪かったな。さあピューリファイヤーは使えるが室内で使うべきだな。そうだ。さあセラフか。セラフを倒して後ろにリーパー。いっぱいいる。いっぱいいますね。あそこだいぶ激戦区ですね。でもエイムも本当にお上手ですもんね、うん、ちょっと運が悪いね、やっぱフィールドそうですね、やっぱり、ね、運が絡むんですよね、このゲームルール。そうなんです。本当にひどい時だと全然敵に合わなかったりします。さあハンドガンリカバリーがお見事。武器の切り替えが早い。あれ全然見えなかったですね。お、後ろで湧いたのか、これは。これはそうですね、運がいいかも。さあ、室内に入らず、外側から下から発砲音だな。さあ、いるか。なんだ今、矢が飛んできた。矢ではね、あれ見間違うよく見間違いますね。あれね、あれ物なんだブロックなんだ。さあ、やはり激戦区に戻ってくる。人間下水道じゃない。やっぱり後ろ追われてましたね、なんか。さあ、このまままだ時間は残り2分。さあ、空中戦は強い。さあ、ちょっとピューリーファイヤーを使うタイミングが難しいですね。使いタイミングが難しいですね、ほんと。使いましょうか。さあ、ピューリーファイヤー使ってくれる。お、いいなぁ。汚物は消毒。汚物は消毒。俺、最新鋭の機械だしと言われました。誰が汚物やねんっていう感じでしたけど。まあ、ちょっとバッツ使う。難しいな、このマップは。難しいですね。セオリーが全くわからない。さあ、ちょっとね、この武器もね、取りこぼしが多いんですよね。確かに若干威力が低いんですよね、他のライフルに比べると。おー、さあ、通り魔は許さない。通り魔許さない。通り魔許さない。正義的思考。やっはー。さあ、ここはね、私もあんまり得意じゃない、このマップ自体は。うん、むしろ苦手。さあ、インファイターに切り替えていく。後ろ、あ、抜いたか、抜いたか。さあ、残り1分。どこだ。ちなみにこの武器普段あんま使ってないです、ね、そうですね、あまり使ってないですね。なんかもうちょっと見て分かっちゃいますね。なんだろう、結構今回でいろんな武器試してくれてるなっていうのがちょっと分かる。そういう気はしますね。さあ、残り時間30秒ですか。わあ、ちょっと厳しかったか。やっぱり強いですね。私まだランク43とかです。自分はプレステージ1回して48ぐらいです、ね、すげえな。なんかね、昔は長い時間できたんですけど疲れちゃって、すぐ年かな悲しくなっちゃってさあ、トットちゃんに米呼ばれたらテンションが上がるというところで残り10秒。さあ、追いつけるか。呼んだのは猫さん。トットちゃん最後までチョコたっぷり。さあ、この武器の悪いところが出る。難しいですね、この武器。このね、3発でガーといったところで、やはり慣れてないマップが厳しかったか。難しいですね。いや、でもしかしお見事でした。エイムが滑らかですよね、すごい。すごい、エイムが。お見事でございました。まあでもなんか、いい経験にはなったかもしれない。普段やらないことをやって、損はないですね。勉強になりますね。勉強になったので、ありがとうございます。というわけで、プロハンター、ハンターじゃねえよ。名前ね、名前が悪い。プロハン、はい、プロの、スカーズからのハントさんの、はい、はい、プレイでございました。一緒に遊んでくださった方々、ありがとうございました。ありがとうございました。ハントさん、ちなみにプレイの感想はどうですか？そうですね、やっぱり使ったことある武器だったら、うん、もう2試合目すごかったんですけどね。やっぱり勢いに乗れば、
ガンガンいくんですよね。そうですね、自分のフィールドだと半端ない制圧力ですね。支配力が難しかったですね。 AR も使って SG も使って SR も使ったんですけど、まあそうですよね、はい、いやでも楽しんでいただけたでしょうか。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ CM の後はですね、はい、私 の、 あの初心者、脱却企画もありますので、はい、このまま引き続きご覧ください、ご覧いただければと。はい、それでは CM の方お願いします。はい、